でーっということで、こちらのちょっとこっち開ける前にこれ一口いただいてみまーす。そんな感じでございまーす。サリカ、こんにちは、のぶです。本日はお稲荷とチキンいただきに行きたいと思います。ということで、本日今いるのは沖縄県宜野湾市でございます。沖縄県宜野湾市の海浜公園ですね。こちらが宜野湾市の体育館、そしてあちらが反対側がコンベンションセンターですね。こちらの沖縄県宜野湾市の海浜公園のそばにですね、先ほど言ったチキンと稲荷のお店があります。沖縄県外の方でチキンと稲荷ってハテナマークついてる方いらっしゃるかもしれませんが、僕の中で一番有名なのはうるま市かな。一度ライブ配信の始まる前にそちらのお店で稲荷とチキンを購入して食べるところがスタートしたライブ配信などさせていただいたこともありますが、うるま市にチキンと稲荷、お稲荷さんですね、そちらを売っているお店があって、本当に僕が買いに行った時も行列ができるようなお店があるんです。あまり詳しいこと認識してませんが、その稲荷とチキンの組み合わせですね、沖縄県民好きなのか、そういうお店がですねちょこちょこあるんですよね。そして宜野湾市にもですね、一つこちらの海浜公園から本当にすぐそば、歩いて行こうと思ったら行けるような場所にですねお店があります。今からそちらに行ってチキンとお稲荷さんいただきに行きたいと思います。それではこちらの海浜公園を出発いたします。でーっということで、こちらのお稲荷屋さんでございます。書いてます、お稲荷とチキンのお店でございます。それでは入ります。よいしょ。メニューでございます。そんな感じでございます。いろいろあります。ということで、戻ってまいりました、海浜公園です。そういえば全然関係ないですが、この動画アップするときには終わってるかな。先月かな、沖縄県の沖縄の産業祭りに行ってきましたが、こちら宜野湾市の産業祭りが明日って撮影してるのが11月18日で、11月19日20日の土日で宜野湾市の産業祭りが開催されます。この動画その翌週になってそうですが、一応お伝えさせていただいておきます。毎年開催されていて、すいません、実は僕まだ1回も行ったことありませんが、からのパンということで、まだ袋に入ってますが、こちらちょっとメニューのご紹介ちゃんとできてませんが、500円のセットです。まあランチでちょっと気軽にいただけるセットです。ドリンク付きです。ドリンクが5種類ぐらい選べましたよね。ハイビスカスティー、ローズヒップ、ブドウベリー、そしてリンゴ酢とピンクグレープフルーツが選べます。全部カッコビネガーって書いてたんで、多分お酢入りだと思います。リンゴ酢はお酢入りっていう感じですが、他のものも全部お酢入りです。なんて言うんでしょう、そういうの。時々先日かな、三栄に入っているイタリアンのお店に行ったら、ドリンク周りそういったものもありましたが、こちらいただいたのはブドウベリーでございます。ブドウベリーかっこビネガーでございます。ちょっとこっち開ける前にこれ一口いただいてみます。それではいただきます。うん、ブドウベリースですね、うん、なかなか美味しいです。酸味が気持ちいいです。美味しいです。まあ飲み物は置いといて、こちらですね、それでは出していきましょう。こちらがバン、まだ袋入ってます。こっちもバンということで、両方袋入ってます。お稲荷さん2つとチキンがセットになったものです。チキンがコロコロした小さいものがいくつか入っているものと、大きいものが1つ。こちらはニンニク効いた方ですね。ちっちゃい方はニンニク効いてないと思うんですが、今回いただいたのはニンニクが効いている方です。こちらいただきました。それではまずこちらのお稲荷さんいただきましょうか。多分お稲荷さんですよね、こっちが。それでは出しまーす。まだ袋に入ってました。それからバンということで、こちらでございます。お稲荷さん、なんだろう、結構沖縄のお稲荷、内地のあの醤油っていうんですかね、出汁の入った似ているような、あの茶色い、めっちゃ茶色いっていう感じじゃなくて、結構白いんですよね。薄揚げそのものの感じの色合いが残っているものが多い気がします。こんな感じです。ちょっとかなり光に当たってるんで、色合い大丈夫か分かりませんが、こんな感じでございます。それではこちらのお稲荷さんを食べてみたいと思います。いただきます。うんうんうん、やっぱりさっきも言ったように、この色と同じような感じで、このお揚げさん自体にそこまでなんか強い味がついてないんですよね。結構なので数をいっぱい食べれる感じがしますね。お稲荷さんもともと好きなんですが、沖縄のお稲荷さんもなかなか美味しいです。うん、ということで一つ完食いたしましたが、今日この中にもう一つ入ってますが、こちらチキンいただいてみましょう。出しまーす。ということでこんな感じでございます。一応全貌を見ていただくように、大きさとか分かるように全部出しましたが、手と比べるとこんな感じですね。結構大きなチキンです。まあケンタッキー
きいものによってはもっと大きいのとかあるのかな。これぐらいのサイズ感でございます。多分食べやすさで言うと袋から出さない方が食べやすいんですが、ちょっとこちらはこんな感じで紙に巻いていただきたいと思います。それではいただきます。この沖縄のチキン、このガーリックの効いた、結構ガッツリガーリック効いた感じ、これ美味しいですね。うまい。すいません、あまり綺麗なものではありませんが、食べ口こんな感じでございます。しっかりと厚みのある、結構厚みのあるチキンでございます。こんな感じですね。なかなか美味しいです。それではもう一口いただきます。うまい。それではチキンとお稲荷さん、もうちょっといただいていきます。ジュースもね。ということで、しっかりと完食させていただきました。分かりにくいですが全部なくなっております。ジュースも飲みました。お稲荷2個とチキン1個、まあそんなに量多くないんですけど、結構たくさん食べる方は物足りないかもしれませんが、僕にとっては結構ちょうどいい感じかもしれません。春8分目でいい感じでした。ということで、感想に行きたいところなんですが、実はですね、もう1個デザートを購入させていただいてます。デザートはもともとお家でいただこう、家族でいただこうと思ってたんですが、もともと冷凍物らしくて、それを今解凍中っていうことで、すぐにいただけないっていうことだったので、まあある意味ちょうどよかったです。それでは戻ってデザートいただきます。ということで、すいません、完全に撮るの失敗してました。音声が入ってませんでした。なのですいません、もう切り刻まれております。ということで、もうこの箱に入ってたんですけど、1本600円ですね。こちらの米粉と豆乳を使ったロールケーキでございます。サイズ感はですね、ちょっと手の大きさでわかるでしょうか。そんな、なんていうんですか、大きいロールケーキではありません。結構こじんまりとしたロールケーキになります。何センチぐらいかな？これぐらいです。高さこれぐらいになります。なんとなく高さ的に4センチぐらいかな。めっちゃ目分量ですけど。幅が6センチぐらいかなっていう感じです。こんな米粉ロールです。実はここにもう一本あったんですが、もう一切れあったんですが、一切れ食べてしまったので、ちょっとすいません、この小さいやつ、一番小さいやつを食べたいと思います。それではこちらいただきます。なかなか美味しいです。そんなに甘すぎず、いい甘さですね。甘さ控えめで、なかなかいい感じです。美味しいです。ということで、本日はお稲荷庵さんで美味しいチキンと稲荷寿司いただきました。そしてドリンク続きですね、ぶどうベリースだったから、すいません、この締めの撮影を数日後に撮影してて、ちょっと若干記憶があやふやになってしまってるんですが、ワンコインでいただけるチキンと稲荷のセットです。稲荷寿司が1個100円だったかな、そしてチキンが確か210円だったと思います。別々で買えば410円、そしてプラス90円すれば500円のセットがいただけるっていうことになります。プラス90円でドリンクなんで結構手軽ですよね。しかもちょっとこだわりのあるビネガージュースっていうんですかね、お酢の効いたジュースですね。そういったちょっとしたこだわりのジュース、そういったジュースとチキンと稲荷っていうことで、ワンコインはなかなかお得なのかなと思います。ちなみにですね、店内特に撮影とか今回しなかったんですけど、ちょっとしたテーブルとか椅子はあるので、店内でもいただくことはできると思います。まあ少し行けばトロピカルビーチとか、あと海浜公園ですね、そういった公園もあるので、天気が良ければ僕もさせていただきましたが、公園でいただくのもいいんじゃないでしょうか。気持ちいいランチタイムでした。あとデザートにいただいたロールケーキですね、600円あのサイズ感、まあ1本なのであれぐらいで、まあ、値段としては妥当なところですかね。ロールケーキもでも意外とこだわっていて、意外とっていうとちょっと失礼かもしれませんが、米粉とあと豆乳を使ったロールケーキになります。甘さ控えめで、なんか食べ過ぎても罪悪感あまりない気もしますが、なかなか美味しいロールケーキでした。子供もですね、美味しくいただきました。お稲荷屋さん、僕が行った時も結構お客さんも出たり入ったりしてたので、なかなか人気のチキンとお稲荷のお店だと思います。ぜひ一度お稲荷屋さん試してみてください。ということで、本日は改めまして沖縄県宜野湾市のお稲荷屋さんで美味しいお稲荷とチキンいただきました。こちらのチャンネルで沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。さあ、リカ、バイバーイ。